はいどうも、はじめまして、こんにちは、ゆういちです。皆さんプロスピエースやっていらっしゃいますでしょうか？よければね、チャンネル登録高評価お願いいたします。ということで今日なんですけども、プチプチ契約書開封ということで、まあ、あんまり契約書ないんですけども、契約書の開封をするのと、まあ、あと昨日ねこちらの煙突コーチのガチャ来ましたんで、こちらもね引いていきたいと思います。そしてねこちら上を見てほしいんですけども、スカウトポイント80です。マジでね、うつみさんの D ランク欲しくて20万ポイントくらいあったんですけど、当たんなかったっす。あざっす。ということでね、まあ、自チームオリックスにして、吉信さんの A ランク、山本吉信さんの A ランクを狙って引きたいと思います。まあ、ただ配信者としてはね、しっかり S ランク出していきたいと思います。最近相性いいです。それでは行きましょう。お願いします。満月なしか。まあ、ちょっとね、今寝起きに近いんで、声がね、あんまり出てないんですけども、もしね、聞き取りづらかったらすいません。さあ粘って長司くん、粘っていこう。はい、行かないと思ったよ。ただやってくれる、長司くんならやってくれる、俺は信じてる。さあ笑って、なんてやねん。佐野さん、あざっす。いいね、 A ランクいいよ。さあ、まあいや、もういいわ。選手ボックス埋めんの忘れてた。契約書引けねえかも。まあまあ、いいっすわ。さあラスト、吉田部さんの A ランクお願いします。比嘉さん、まあこれもらえれば十分ですよ。ありがとうございます。はい、ということで、まあ選手ボックス減らしてきたんですけども、今回ね契約書はプチなんでね、プチ契約書なんでちょっと枚数少ないんですけども、ゴルチ系ゴールド契約書が8枚と S ランク 10% が1枚、 S ランク 30% が2枚、 S ランク契約書1枚という感じで引いていきたいと思います。ということで、まずね、最初ゴルチ系8枚と A ランクの契約書2枚くらい混ぜてます。それで行きましょう。お願いします。まあ、やっぱりね、ゴルチ系と A ランク以上の契約書を混ぜたらゴルチ系から S ランク出るっていうオカルトをね、未だに信じてますんで、しっかり当てたい。 S ランク来い、 S ランク来い。割れないんかい。はい、三森選手ナイス。いやだったら1枚でも A ランク多く、愛斗選手ナイス、あざっす。これいいよ。さあ、はい、杉本選手ラオウ、あざます。ラスト、はい、 B ランク。まあここはあまり期待してなかったんで、まあいいです、大丈夫です。はい、ではここ S ランク確率 10% の、はい、ダルチャル決勝大会の記念のやつですね。こちら当てたいと思います。お願いします。さあ頼むよ。スキップするよ。はい、はい、山岡選手、どうせなら吉信くれ。それでは S ランク 30% 2枚ですね。こちらは絶対当てたい、 30% なんで、お願いします。さあお願いします、頼みます。いや、なさそう。いや、こっからよ。おい、せめて燃えろ。割れろ。最悪だ、やってらんねえ、マジで本当に。さあということでね、まあ本当に今のところ見せ場はないんですけども、最後こちらのね S ランク契約書でずっと言ってますけども、藤井選手、高梨選手、宮西選手、この3人当てたいと思います。それではいきます、お願いします。いや本当にね、マジでね、早く当てたい。藤井選手、高梨選手、宮西選手、もうこのシリーズ2のね、通常選手追加されていくたんびにね、確率下がってきますんで。さあ誰来る、お願いします。はい、おお、惜しい。鍵谷選手か。まあまあ、ありがとうございます。ということで最後ね、良ければチャンネル登録高評価お願いいたします。またね、次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。